豪雨災害を受け、県は10日伊予市小湊の JA 愛媛中央伊予選果場に設置した物資支援拠点から大洲、西予、宇和島の3つの市に救援物資を発送しました。今回の救援物資はペットボトルの水1万4000リットル分とパン5000個です。県と協定を結ぶ2つの企業から提供されたもので、輸送には県トラック協会が協力しました。正午前から行き先別に梱包した物資を手分けしてトラック5台に積み込み、ドライバーは県職員から激励を受けて出発しました。県によりますと、カップ麺やトイレットペーパー、仮設トイレなどの生活必需品が協定を結んだ企業から次々と持ち込まれていて、随時追加の輸送を行うということです。多くの方が本当は避難所で大変な生活を強いられていますと思いますので、水とか食料とかいち早く届けて少しでもお役に立ちたいと願っております。